皆さんご機嫌どうも、ご主人様です。アマーチンです。ネゼス、実況始めます。村を大きく拡張した前回。ご主人様ハウスも広々でとってもラグジュアリー。2機の数も増えて村は順調そのものやな。それでは今回も頑張っていきましょい。今回は早速沼地マップ地下の探索からスタート。前回は岩壊せなくて撤退のやむなきに至ったでな。今回は魔石のツルハシクラフトしてきたのよ。やん。ちゃんと掘れるぜ。これで沼地地下の探索を始めることができそうですね。まあ例によって探索は大幅カットですが。厳しい。いつものゾンビ2機やクモ2機に加えてスライムが追加されてる雰囲気。このスライムが結構硬い上時々集団で出てくるからちょっと侮れない。距離を保ってブーメラン押し切られそうなら剣でぶった切る。意外とこの組み合わせが刺さってる雰囲気。カチカチ防具のおかげでダメージも抑えられてるし、これはいけるぜ。ファーストお宝箱発見。中に何があるのかな。沼地の書、壁に跳ね返る弾を撃つ魔法ですね。しかもなかなかいいバフついてんじゃないの。いいね。今回魔法向けのビルドじゃないけど、どこかでお試しせんとな。トゲトゲの化石も発見。このエリアのボスである沼地の守護者は地下でこのアイテムを使用することで召喚するそうです。ボス戦やるためにもこれある程度集めていかないと。さすがに初見でいけると思うほど思い上がっちゃいねえのよ。モブからもドロップするようですから、まずはこれを集めたいですね。別の宝箱からはナスの種を発見。そろそろおナスが美味しい季節。いいタイミングで見つかったのよ。村に帰ったら早速畑に植えんとな。沼地固有の鉱石である緑曜石の鉱床も発見。武器と防具クラフトするためにもこれを忘れちゃいけない。まあ甲府2機にお願いして掘ってきてもらってもいいんだけどね。せっかく沼地を探索しているので見つけた鉱床は全て採掘しておきましょう。別の宝箱ではワンコウのアクセサリーを発見。回復力 50% アップの効果。ちょっと微妙。荷物が満杯になったので一度村に帰還。早速採掘した鉱石をインゴットにしていくのよ。トゲトゲの化石は4つゲットしました。ボス戦リトライを考えるともう少し欲しいのよ。村に戻ったついでにまた一つ設備の追加な。それがこのチーズ製造機。動物大好きザック2機が来てくれて牛乳の備蓄も結構溜まってきたの。それをチーズに加工してさらにメニューを増やしていくって寸法な。料理は空腹を満たすだけでなく、それぞれに様々な場所を得られます。メニューの数は積極的に増やしていきたいですね。さらに緑曜石のインゴットを材料にそのシリーズ防具を作成。防御力の合計は39。やん。お冬の魔石シリーズは村人2機に払い下げな。再び沼地地下の探索再開。宝箱からツタの釣り竿を発見。釣りは村人2機にお任せしてっから多分使わない。さっき拾った緑の魔法もちょっとお試し。やん。これダンジョンのボスだった魔導士な2機も使ってたあれやな。弾速は遅いけどなかなかいけそうじゃないの。弾はしばらく残るのでボス戦でもとりあえずばらまいておくというのもありですね。さらに宝箱からは悪臭のフラスコを発見。臭そう。使用することで敵を召喚するアイテムで無限に使えるようですね。なもん何に使うんや。敵が素材を落とすとかそういうタイプなのかもしれませんね。一度どこかでお試しすっか。また荷物が溢れたので村に帰還。トゲトゲの化石は8個になりました。できれば10個まで欲しいのよ。トゲトゲの化石は細工台でもクラフトできますし、材料の緑曜石のインゴットも十分ありますから2個程度は用意できますね。いいじゃない。なら早速ボス戦と行きますか。その前に景気づけのガチャの時間だ。今回はアクセサリーにエンチャントするの。狙う効果はこうのエンチャント。防御力プラス4の効果ね。たかが4と侮るなかれ。全部のアクセにこれつければカッチカチやで。きたー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 。5つのアクセ全部 SSR で防御力の合計は50を買ったな。風呂入ってくるわ。ちなみに使ったコインは15,000枚以上。沼っちまったのよ。沼だけに知らんがな。やっぱガチャは人を狂わせる悪い文明なのよ。ガチャ最高。ではボス戦前最後の準備です。先ほども言ったように地下でアイテムを使ってボスを召喚します。どこでも呼べるんだけど、どこでもいいってわけにもいかない。なるべく戦いやすい場所を選びたいのよね。ボスは岩に動きを邪魔されませんが、こちらはそうもいきません。上三雲の時もそれで壁はめされたでな。だから今回はちょっと面倒くさだけど、岩を全部ぶち壊して動きやすい場所を作るの。これで対等に怠慢できるってもんなのよ。約1時間が経過。いやすっきりさっぱり。どうよこの広々スペース。これなら動きを制限されずに思いっきりバトれるのよ。そんでな、ボス戦前にまたおべべ変えたの。これさっき村に来た行商人2機から買ったフラダンサー一式な。このトロピカールな南国気分でボス戦行ったるで。では前回同様、まずはドーピングを決めます。 OK。 じゃあ始めっか。
沼地の守護者、出てこいや。ボス戦沼地の守護者開始。今回のボスはサンドボーム沼地エディションなボスミキやな。しかもライフが15,000。今までのボスの2倍から3倍。いきなり上げすぎじゃね。でも A が対してっから攻撃はとっても当てやすい。ブーメランが刺さるのよ。なかなかいい感じに削れてる。こんだけでかいとファンシー雪だるまもかなり貢献してくれてる。で痛くなーい。あれ、あんだけ強烈なぶちかまし食らっても全然痛くねえのよ。おいおい、よく見たら全然ご主人様のライフ減ってねえのよ。どうやらポーションの効果でシールドがついているようですね。さらにシールドが削られても高い防御力のおかげでダメージは低く、ビジュネ効果のタリスマンと食事のおかげでそのダメージもすぐに回復しているようです。すげえな。おい、サムネ用のスクショ取る余裕すらあんじゃん。真面目にやれボス戦ぞ。いいじゃない。今回結果的に鉄壁カチカチな耐久ビルドになってたのな。この勝負もろたで駆動。沼地の守護者撃破。ビクトリー。結局回復薬を一つも使わずに初見撃破。このビルド火力もかなりエグかったな。最後の方なんかボスに溶けてったぜ。クリティカル威力もアクセサリーで底上げしていましたし、それが効いたようですね。いや、実に楽ちんなボス戦だったのよ。ボスドロップは守護者の降格、短時間シールドを展開するアクセサリー。これはボス戦で使うかもしれない。ジジイ、いつものやつだ。長老さんクエスト達成。次は砂漠地下の水源でカキを釣ってこいだそうです。これはさっき沼地でゲットした釣り竿の出番来るか。そしてクエスト報酬は本拠地の石碑に遠征先の石碑。本拠地の石碑を村に設置すれば、他の場所に設置した遠征先の石碑から本拠地に帰還できます。お待ちかねのファストトラベル的アイテムですね。やったぜ。じゃあ早速ご主人様ハウス前に本拠地の石碑を置いておかんとな。オーケー。沼地のボスを倒しましたし、今回はこんなところですね。まさか初見でいけるとは思わなんだ。ガチャやポーション、お料理のありがたみがしみじみわかったのよ。それでは今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。